キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ最終回は阪神タイガースです。はい。さあね、3位滑り込んでんのか、B、うん、クラスで終わっちゃうのか、うん、どうなんでしょうっていうね。そうですね。まあ接戦ですからね、今セリーグの3位争いも。うん、まあところですね。まあ19年ドラフトチェックね。はい。矢野監督。初めから全員高校生にしようというわけではなくて、優先順位の中でそういう結果になった。楽しみです。1位で取った西純也は内面と体の強さとトータル的に強さを持った投手だと思いますっていうね。奥側行って外して、で西行ったんだよね。で、2位井上光太、で3位及川、で4位遠藤、で5位、藤田、で6位が小川一平。だからまあ6位の小川一平以外は全員高卒、はい、で育成で小野寺奥山っていうね、はい、選手を取った中で1位ね、西純也、はい、高卒で、うん、もう、ね、今一軍出てきてるからね、はい、二刀流だからね、バッティングもいいしね、うん、で6勝3敗 2.93、はい、12試合登板、うん、素晴らしいね。そうですね、いい感じ。2点台、2軍でも 1.91 だから、やっぱ2軍の1点台はね、はい、やっぱこう目安だ ね、まあ、目安いいがで、はい、2位井上光太、まあ、高卒だからね、はい、まあ、もうそろそろね、福留も中日に行って引退、うん、糸井も引退だからね、はい、まあ、もうそろそろ出てきてほしいよね。今年2試合出てますね、うん、まあ、ヒット0本2本で2割2分5厘、はい、ちょっとホームラン9本、当たったパンチ力あるけど安定感がちょっとないのかな、はい、でもまあそれ両方止めてもあれだからね、うん、まあ、もっと大きく3年目、まあ、5年目ぐらいにはね、うん、出てきてもらいたいね、はい、で3位及川、はい、去年結構投げてたけどね、今年はちょっとちょっとちょっとって感じだね。はい、あ、1試合か1試合、うん、で2軍では1勝 3.98 16試合登板、怪我かな、うん、ちょ少ないよね。そうですね、投げてるのが先発が2回なのに16試合しか登板してないっていうのはちょっと怪我かな。で3位鈴木ひろと、うん、鈴木ひろと違いますよ、それ広島ですね。あ、本当だ、よく分かったはい、3位が及川だったわ。はい、疲れてんだ。そうです、ね、いや、これまで2本目ですけど遠藤城だと、はい、内野手、遠藤選手2軍で2割2分6厘、うん、まあまあ修行がね、はい、必要だね。でもファーム日本選手権で MVP 輝いてるからね、ひょっとしたらチャンスに強い。しかも去年の9月以降は3割4分1厘、はい、じゃあ2年目で苦しんでんのかな、ちょっとね。そうですね、うん、5位藤田健人、はい、2軍では2割5分5厘ホームライン、うん、でいいね、この藤田。そうなんですか。数少ない2軍の選手の中で知ってるの、はい、あのフレッシュオールスターで見たよ。あ、よかったよ、結構守備もそうだし、うん、だからうまく育てばね、未来の正捕手いけるかもしれない。おー、タイガース、おー、すごい、佐田さんから。その1試合しか見てないからよく分かんないけどね、うん、でもよかったよ、雰囲気よかったと、うんうんうん、プレーもね、はい、で6位小川一平、一平投手、はい、6試合、うん、はい、2軍でも 4.98、 ちょっとあれだね、こう頑張んないと。もうちょっとあのチャンスあったけどね、1年目21試合投げたりね、2年目も19試合投げてね、うん、ちょっとチャンスあったけど、ちょっと浜地湯浅にちょっと追い抜かれていってる ね、そこが今がっちり効きましたからね、ちょっと危ないね、うん、状況的にね、はい、2020年、はい、1位サトテルです。はい、矢野監督、かなり100点に近い高校生の取りたい選手が取れなかった、うん、マイナスはあるけれども、うん、この順位でこの点選手を取れたというのもあるから100点に近いと思います、はい、俺これがね、コメントが一番いいと思う、はい、だって100点、まあサトテルね、うん、抽選で引けて取れたと、はい、でも多分欲しい高校生もいたんだよね、はい、でもそれ取れなかったから100点じゃないけども、うん、100点に近いってよくない？なんか、あー、まあそうですね、正直じゃんね、うん、本当はもっと取りたい選手いたけども、うん、取れなくて、はい、誰取りたかったやろな。だから満点じゃないけど100点に近い、まあ、いいドラフトできたよってことですね、うん、でも良かったじゃんね、うん、仮に2位で取ろうとしてたのが取れなかった伊藤取れたんだったら、いや最高ですね、ここ、はい、この1位、1位2位えぐいよね、はい、まあ、これはもう説明する必要ないじゃん、はい、やばいからね、はい、でじゃあ3位佐藤蓮君、静岡で、はい、飛龍高校、上武大学、うん、で2軍でも1勝3敗9試合登板 5.17、ちょっと修行が必要だね、うんうん、ちょっと制球悪いのかね、ひょっとしたら。で坂枝勇気捕手、はい、2軍では結構出てる、66試合、はい、2割4分2厘、だから藤田はこの坂枝と勝負なんじゃないかな、うん、感じ的にね、キャッチャーで。で5位村上頌樹投手、ファームで7勝3敗 3.07 15試合登板、これじゃあいい感じで来てんじゃんね、
ワンチャン来年あるかもね。そうですね、うん、大卒の3年目だからね、来年、うん、来年あるかも、見えるかも。で中野ね、はい、もうここは大活躍です。えぐくない？ 3 人本当ですね、この年3人大活躍ですね。で高寺、はい、高寺も一軍出てたよな、来てなんかパンチ力、あ4試合出てます ね、うん、ちょろっと二軍で2割7分3厘、まあまあ二軍ではいい感じでできてるね。そうですね。 EC 大地18試合投げて 0.75 で防御率、二軍でもいいし、うん、でも8月4日で投げてからコロナかな、ね、濃いよね。0点台で抑えてたらいるよ ね、いますもんね、うん、怪我がコロナかな、コロナか怪我ですね。へー、いいね、この年すごい、うん、いいね、うん、で、さあ最後にじゃあ2021年、うん、森木、はい、鈴木優斗、うん、霧島、霧敷、はい、前川右京、岡留、豊田、中川、育成伊藤亮、はい、矢野監督、森木はローテ投手という枠を超えたチームを代表するような投手と、そういう能力を持ったピッチャーだと思うっていうね、うん、まあ、まあ一軍でも投げだしね、はい、まあ、本当ストレートはねいい感じだけど、まあ、変化球のねあのキレとかね、うん、質を上げていければ本当にもっと育っていくんでね、うん、まあいい感じだね。なんかみんな素材はやっぱいいなってね、うん、おっしゃってましたね。出だしはいい、うん、で鈴木優斗、2軍で1勝1敗 8.06、 まあまあ出国は修行だね、はい、霧敷、私新人を袴川さん呪いちゃう、なんで私呪いなんてないですよ、言ったから、0勝3敗、はい、でもファームでは 0.67 だからね、6勝1敗、うん、だからもうファームでは無双してんだ、ね、いやそうですね、あだからもう2軍の帝王を脱却できるかどうかっていうね、はい、ところだね、はい、もうあとは1軍で結果残すのみ、そうです ね、じゃあ来季期待だね、はい、で前川右京、うん、1割6分7厘ホームラン3本まあまあ1年目だから ね、 2軍でね、うん、2軍でね、うん、まあ、修行が必要だね、はい、で岡留め2軍で 1.71 32試合、いいね、サイドギリのホームから、はい、いいね、うん、1点台アジア大学、これはもうひょっとしたら終盤上がってくるかも分かんない、ね、そうですね、うん、でもまあ期待だね、うん、で豊田博士、はい、1軍出てる7打数0安打、うん、2軍では2割5分3厘4本塁打、はい、まあまあここからだね、はい、まだ中川隼人キャッチャー毎年とるね、そうですね、うん、でも高卒キャッチャーですね、でも2割8分4厘打ってる高卒なの、おいいじゃん、頑張ってんじゃん、はいね、うん、そういった意味では1年目からね、うん、さあ、ということ で、 どうですか、ね、阪神の評価はこちらです、 A です、おそれはもうだって西いて、うん、ね、佐藤輝、はい、伊藤将司で中野いて、うん、そりゃもうそうですね、しかも今年もね森木とか、うん、まあ、一軍上がってきたりね、出てきてるっていうのもあって、まあ、形式も2軍ではいいしね、はい、でこの岡留も2軍でもね、はい、しっかり残してるから来年ぐらいひょっとしたら出てくるかもしれないしね、はい、これはもう A だね、そうですね、即戦力がちゃんと即戦力になってますね、なってる、そのドラフト1位の選手の結果出す確率高い、あ、いい感じで、だって、はい、西純也だったら、うん、他の高層宮城とかとね、はい、佐々木朗希一緒だからね、そうですね、この年の高校生すごいね、そう考えたら、うん、2019年、そうですね、で奥川ね、はい、で堀田、うん、大卒だけど、はい、いいね、いいですね、うん、わあ、でも今までのその12球団見てきた中で一番即戦力として一軍で活躍してる人数多いんじゃないですか、そうだね、だ阪神が一番いいかもね、しかも上位の選手を活躍させてるっていうところがいいね、はい、下位はもうね、あの、うん、ラッキーだからね、はい、そういった意味では、そうですね、まあ、DeNA も上位ね、うん、いたけどね、もありましたけど、うんうんうん、いいね阪神やっぱ、おね、ドラフトね、はい、しかもね奥側も外れて西行って、うん、であの森木もね小園外して森木だからね、はい、でもまだ小園はね DeNA の一軍登板してないからね、はい、そういった意味では登板も森木もしてきたっていうね、うん、徐々なステップアップも生んでるし、はい、で佐藤輝はね、うん、もう今やね戦力としなくてはならない存在で2位の伊藤も完敗してなかった、はい、一番いいかもね、そうですね、で阪神が今年どんなドラフトをするか注目だね、はい、そうですね、楽しみですね、はいはい、で続いてはですね、まあ、これから取り掛かるんでドラフト前には終わりますけども、はい、各球団どのようなポジションのどのような選手を取った方がいいのか、うん、現状の戦力を分析しながら、ドラフトに向けての全チームのチェックを行いますので、はい、そちらの動画もぜひお楽しみに。